はいどうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあそれでは本日は青白のフライヤーデッキ、これをやっていきたいと思います。はい、プレイ。さあちょっと待ってくれ。土地がまあ動画上は出てこないでしょうけど、連続で土地引かないんですよね。ちょっと厳しいね。こっちから行こうか。はい、癒し手の鷹。とにかく土地を引かないと厳しい。お、土地が来ましたね。さあそれではアタックしましょう。はい、ターン終了。楽園のドルイド。あ、地上クリーチャーは基本無視ですね。はい、忠実なペガサスに幽体の船乗り。さあアタック。このまま押し切りたいですね。はい、探索する獣。まあ、到達がなければなんとかなるかな。これで殴って何点？ 8 点。残りライフ6。まあ殴るか。はい、アタック。はい、ターン終了。まああとは厚かましい借り手で、ああもうこれは勝ちですね。まあ戻しちゃいましょうか。いやちょっと待って、まだあと1マナあるな。まあ一応念のために1マナ何もなかったと思いますけどね。殴りましょう。はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきまーす。先行で動けないのはちょっときついけど、一旦目動きたかったな。はい、ターン終了。はい、よろしくよろしくということで、おお、ジンジャーフルート。はい、空猫の君主。さあ黒でジンジャーブルーと何でしょうね。白、白ではない、赤、黒赤。まあ魔王の器。はい、ブロックしない。まあでもどんどん殴るしかないですね。手札がもう土地ばっかりなんで。魔王の器。はい、魔女のかまど。ちょっと土地引きすぎだなこれは。まあ殴りましょうか。アタック。はい、ターン終了。2体とも戻されると結構きついぞ。ルールス。はい、
はい、能力起動。22を出して、ジンジャーブルートブロックしましょうか。はい、ブロック。さあ、生贄に捧げる。今何点、8点か。ルールスがでも結構鬱陶しいな。今のうちに戻すか。ここで先に戻しちゃった方がいいか。さあ、アタック。はい、ターン終了。はい、猫。まあ、この展開はありがたいね。すっげえ土地引くな。もうこれで終わりじゃないかな。終わりですよね。はい、まあ一応能力起動しておきましょうか。さあ、オールアタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、7枚でキープします。はい、幽体の船乗り。さあ、翼ある言葉。さあ、アタック。さあ、土地を出して、ペガサス出して、さあ、アタック。はい、翼ある言葉。さあ、向こうはエレメンタルか。さあ、土地が揃ってきましたね。はい、天球の和紙。さあ、アタック。さあ、次のターンが7点の13点。翼の結集で一応飛ばせるけども、相手の動き次第ですね。はびこる精霊。はい、7。待ち伏せ。はい、唱え損ね。はい、翼の結集。はい、対戦ありがとうございました。さあ、これはキープですね。はい、7枚でキープ。
はい、癒しての鷹。うん。ん？何パクった？何もパクってない。あ、クリーチャーと土地がダメなんか。そうか。はい、ターン終了。厄介だな。一人飛行。はい、ティーマーレット。はい、幽体の船乗り。はい、天球のワシ。あ、ワシじゃない、タカか。あ、ワシでおった。天球のワシ。絶滅のケーキ、マジか。そんな綺麗に分かれることあるか。マジで。これはちょっとびっくりしたな。そんな綺麗に分かれるか。向こうめっちゃガッツポーズしてそう。参ったな。はい、真面目な身代わり。はい、天球の和紙。めっちゃ引くな、天球の和紙。さあ、アタック。はい、翼ある言葉。さあ、無事戻ってくれば勝ちかな。あやら。はい、トリトン。なかなか簡単にいかないですね。摂氏も足すとかはさすがにないんじゃないかな。ここブロックしようか。これで、10点、16点までは飛ぶけども、まあ普通に殴るか。アタック。はい、ターン終了。はい、パス。さあ、6点ダメージ。ハンコンはどこもないっすね。はい、パス。残りライフが7。さあ、カード引く。お、
真面目な身代わり。まあ翼の結集持ってかれるけども、さあフルパンでアタック。大対戦ありがとうございました。はい、7枚でキープします。はい、空猫の君主。はい、アタック。願いのフェイ。天球の足。はい、アタック。さあ、唱え損ねが早く欲しいね、これ。バントランプか。はい、ナーセット。唱え損ねが欲しい、唱え損ねが。お、来ましたね。これはもういただいたようなものじゃないですか。はい、空猫の君主。はい、全部本体いきます。はい、アタック。さあ、残りライフが8。お、テフェリー。まあ、テフェリー出してくれたら割と逆に楽な気もしますけどね。何点？ 8 点。はい、厚かまし借り手で戻します。はい、本体アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、一回マリガンしてこれでいきましょう。はい、焦がし破棄。さあ、赤ターン相手に戦えるかな。しかも先行取られて戦えるかどうか。はい、最悪の更新。はい、ブロックしない。うん、もう土地はいらないかな。はい、アタック。翼の結集欲しいね。わあ、この引きは弱いね。どうする。いや、違うか。はい、忠実なペガサス。さあ、アタック。はい、翼の結集。あ、翼の結集じゃないね。翼ある言葉。さあ、無事に帰ってくれば次のターン結構なダメージを与えれるかもしれない。
かつ回復ができる。うわー、もう土地いらないって。あ、間違えたね。まあ、これ出すか。さあ、アタック。さあ、相手ちょっと自己り気味ですね。はい、サルカン。もうさすがに手遅れかな。44出てきましたけど、向こうは殴ってこれない。うわー、土地か、土地か、土地かだな。で、翼の結集。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。はい、癒しての鷹。うわ、義賊。義賊か。義賊は結構嫌だな、これ。義賊は嫌だぞ。まあ、殴るか。アタック。ターン終了。はい、幽体の船乗り。はい、ブロックしない。はい、処罰者。まあ、ドローカードはもういいか。はい、天球のワッシ。おお、マジか。そんなカード入ってるか。さあ、向こうならず者デッキって感じですかね。次のターン8点。やばいね、やばいね。なんだろう、これもう普通にブロックしていいのかな。はい、ブロック。お、空猫の君主はありがたい。はい、厚かましい借り手。さあ、アタック。はい、ブロックしない。お、ありがたいね。え、翼の結集。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それじゃあデッキ紹介いきます。はい、青白フライヤーということで、忠実なペガサスが4、癒しての鷹が4、唱え底根が4、幽体の船乗りが4、翼の結集が4、空猫の君主が4、天球の見張りが2、厚かましい借り手が4、翼ある言葉が4、天球のわしが4、平地が9、島が9、神聖なる泉が4ということでね。はい、土地が何枚
22枚のアグロデッキですね、飛行の。まあ、結構ね、いろんなバリエーションあると思うんですけど、まあ、今回は唱え底根を4枚採用してみました。まあ、こっちですね、高尚な否定の方がいい気もしないことはないんですけど、結構ね、まあ何対策っていうと、全除去ですね。もうそこピンポイントで狙い撃ちなんで、まあソーサリーインスタントを落とせたらいいかなっていうね。まあ土地削ってるんで、まあ1マナだけ残してたら打ち消せるっていう構え方ができるように唱え底根にしてます。2マナだとなかなか他のカード出しにくくなってくるんで。はい。まあそんな感じで。まあアグロなんで、まあそこそこ勝てるかなと思います。よかったら遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。